奈良コミのタカです。毎週金曜日はより皆様に週末を楽しんでいただきたく、奈良コミチャンネルの方ではグルメの特集を行わせていただいております。今回ご紹介させていただくグルメの特集なんですが、子供も大人も大好きな唐揚げ特集をさせていただければと思います。奈良コミチャンネルの方ではね、唐揚げ巡りという旅をね、まあ、定期的には行っているんですけども、こういった形でねちょっと深掘りして改めて紹介っていうのはなかなかねしてこなかったんでね、今回はね唐揚げをねテーマに挙げさせていただきます。4店舗ご紹介させていただきます。おそらく唐揚げの動画ねちょっとボリューム量増えちゃうなっていうところもあったので、まあ、今回4店舗ご紹介させていただいて、もしねこの唐揚げ特集人気だった場合はね、また後日ね唐揚げ特集もね作らせていただければなと思っております。まあ、ちなみにね先日ご紹介したね味むどりさんとか響さんとかの新店舗に関しましては、まあ、今回はね省かせていただいて、僕の偏見でね4店舗選ばせていただいております。ということで早速紹介していきます。1店舗目、鶏からなごみさんです。うー、こちら奈良県橿原市宇奈手町にある家庭ではなかなか出せない一味違う唐揚げを提供してくださるお店です。営業時間は10時半から20時、定休日は日曜日と祝日です。駐車場は店舗前にございます。毎月7日5日3日はなごみの日になりますので、 15% オフという超お得なイベントが設けられてます。こちらのお店の特徴は何といっても独特なスパイスと油でしっかりと素材の旨味を引き立てた唐揚げで、一言で言うと独特な味の唐揚げです。独特って言ったら悪い意味にも聞こえてしまうかもしれないね。まあその点だけちょっと勘違いしていただきたくないんですけども、何の味かってねこう説明しろって言われたら結構難しくて、ニンニクがねがっつり効いてる唐揚げでもないし、まあただちょっと台湾唐揚げにも近いんかなっていう感じの唐揚げではあるんですけども、独特なスパイスですごく癖になってね中毒性がある味です。ぜひね皆さん買っていただいてコメント欄等でね、これはこの味ですよみたいな感じで教えていただければね、僕ら的にもすごく助かります。こちら厳選国産鶏を使った唐揚げなんですけども、メニューも豊富で、手羽先とかあと大和ポークの唐揚げとか、あとお弁当であったり、まあ、極めつけはね、まあ、集まりとかパーティーとかに嬉しいねオードブルなんかも提供してくださるお店です。ちなみにね、唯一無二のね旅コン時代のサインなんかも飾ってくださってたりしてて、僕らなんかもすごい思い入れのね深いねお店になってますので、ぜひね行ったことないよって方はね、イオンモール橿原の近くになりますので、ぜひね足運んでいただければなと思います。ということで2店舗目紹介したいと思います。赤富士さんです。うぃー、こちら奈良県奈良市鯉の窪にあるジャンキーでパンチ力のあるね唐揚げが食べられるお店です。営業時間は11時から21時で、定休日は無休です。ただね、記事によったらね、営業時間とか定休日はちょっと違ったりするので、できる限りね、まあお電話でね、確認していただいてからお伺いする方が確実かなと思います。駐車場はね、店舗前にございます。こちらのお店の唐揚げの特徴は、冷めても美味しく柔らかくいただける唐揚げです。冷えても美味しいっていうことはね、お弁当に入れても美味しいっていうことなんでね、そういう意味でもね、魅力的な唐揚げだなと思います。僕たちはね、出来たてほやほやをいただいたんですけども、鶏自体にもね、しっかり下味はされてるんですが、何より衣にすごくしっかりと下味されてて、食べた瞬間にうわーって言ってしまいます。一言で言うなら、すごいジャンキーな唐揚げで、食べ応え抜群です。その味の秘密は、奈良県の醸造所片上醤油と自家製濃厚鶏ガラスープを使用されてます。そしてね、さらにね赤ワインでコクを加えた上で鶏肉を柔らかくして、数種類の隠し味を入れた上で特製ダレを作られています。他にもいろんな秘密がございますので、詳しく知りたい方はホームページの方を見てください。こちらのお店も唐揚げの他にお弁当があったり丼物があったり、リーズナブルで楽しめるお店です。奈良市の方遊びに来られた方はぜひ一度ね足を運んでいただければなと思います。ということで3店舗目、鶏かきょうさんです。こちら奈良県柏市下田にあるお店で、あの名店チキンショップ中島さんの2代目のお店になっております。営業時間は10時から19時で、定休日は日曜日と祝日です。駐車場はお店の前にございます。先ほども言ったように、まあ、僕たちの動画でもね3回ほどお世話になっている広陵町の裏路地にあるチキンショップ中島さんの姉妹店でございます。
こちらの唐揚げはね、大山鶏というものを使われておりまして、豊かな自然に囲まれた環境で育った鶏ということもあって、体に優しくて健康食生活にも最適な食材ということです。唐揚げを食べた時にもその優しさがすごく伝わるんですけども、あっさりと楽しめる唐揚げで、その中にも旨味がしっかりと感じられ、癖になり何個でも食べれちゃう唐揚げです。老若男女楽しめる唐揚げといっても過言ではないと思いますので、ニンニクがガツンと効いた唐揚げであったりとか、味が濃いめの唐揚げがね苦手な方はね、ぜひこちらの唐揚げ食べていただければ美味しいって言ってもらえると思います。唐揚げの他にも焼き鳥とかコロッケ、あと丼なんかもございます。有名人も足を運ばれているぐらい人気のお店にもなりますので、ぜひ行ったことないよって方はね、お伺いしてもらえたらなと思います。ということで最後4店舗目、唐揚げ金と銀さんです。うーん、奈良県橿原市中曽市町にある全国に約70店舗展開されている唐揚げ屋で、実は奈良県にはこちらのもう1店舗しかございません。営業時間は11時から20時で、定休日は不定休です。駐車場はないので駅前パーキングを使っていただくか、近隣スーパーの買い物途中なんかに来ていただければいいかと思います。唐揚げ屋さんにはね、珍しくね、券売機で買うシステムでございます。こちらの唐揚げの特徴はニンニクや生姜をね一切使っておらず、あっさりと食べやすい唐揚げです。その分いろんな組み合わせで楽しめる唐揚げでもあり、例えば別で購入できる明太マヨと食べたりだとか、あとカレーに入れて食べたりとか、いろんな楽しみ方ができます。そして僕が何より一押ししたいのが、このマスガ店にしかないメニューが豊富にあるというところです。店主さん曰く、メインメニューはどこにでもあるメニューを用意はしてるんですけども、それ以外の部分はもうご自由にできるということで、こちらのお店はね豊富に揃えてくれてまして、僕が食べて美味しかったなと思ったのが、まずこの唐揚げカレーなんですけども、この唐揚げカレーのカレールーが金沢カレーのルーを使われてます。結構スパイシーなカレーなんですけども、カレールーの味はしっかりしつつ、唐揚げはねさっぱりといただけて、これがまた相まってめちゃくちゃうまいです。そもそも橿原市内で金沢カレーってねなかなか食べれないと思うんで、こちらのお店でね食べてもらうっていうのもありかなと思いますね。他にもメンチカツや牛肉コロッケがおすすめで、すごい食べ応えがあって肉肉しくて美味しかったです。また鶏皮のね唐揚げなんかもすごくつまみになってね、これも美味しいですし、辛いもの好きにはたまらないね、ヤンニョムチキンなんかもね美味しいので、ぜひチャレンジしてもらえたらなと思います。僕は辛さマックスでこちらの動画でチャレンジしたんですけども、大変なことになったんで、ぜひ味詳しく知りたいって方はこちらの動画もセットで見てもらえたらなと思います。僕はもう必死でした。唐揚げ屋やのにこんなもんまで買えるんやみたいなねものもいっぱい揃えてくれてるん でまだメニューも増えていってるんで、サイドメニューの方まで目をつけてもらって購入してもらえたらなと思います。いかがでしたでしょうか。今回はね前半2つがね味に特徴がある唐揚げ屋で、後半2つはねわりかしねあっさり楽しめるね唐揚げをねご紹介させていただきました。唐揚げっていう中でもねいろんな味の唐揚げがあって、もちろん今回ご紹介しきれてないんで、ぜひね詳しく知りたいって方はね、唐揚げ巡り過去に3回ほどしてますので、過去の動画も一緒にね見ていただければ、よりね奈良県の唐揚げをね知っていただいて楽しんでもらえるかなと思います。また皆さんにとってもねおすすめの唐揚げのお店がございましたら、コメント欄の方で共有していただければと思います。僕もねコメント欄参考にねお伺いさせていただければなとも思っております。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。今週もご視聴ありがとうございました。また来週もね特集動画上げさせていただければなと思っています。ということでまた明日もお会いしましょう。奈良コミの高でした。Bye.